鍵盤の高さについてです。定規を当てますと、このように隙間がある鍵盤、あるいは、この鍵盤のようにですね、右側だけに隙間がある鍵盤があります。この鍵盤、これはこのように傾いているということになります。鍵盤の表面をグラウンドに例えると凸凹の状態にあります。この状態ではうまく弾くことはできません。平らなグラウンドの方が走りやすいはずです。鍵盤を押し下げると約10ミリ下がります。これも上面の高さが凸凹であれば、下はなかなか均一に揃いません。上面を正しく均一にしてから深さを調整したいと思います。